皆さんこんにちは。サンブレイズ事業推進室のゆずです。今日は新メンバーの紹介を行います。まず岩谷監督に新メンバーの紹介をしてもらいます。皆さん誰か想像してみてください。ではまずその方の好きな食べ物は何ですか？一度ご飯に行ったことがあるんですけど、その時に馬刺しをめちゃくちゃ食べてました。なかなか変わってますね。はい、その方の好きな車は何ですか？ランボルギーニが好きらしいんですけど、はい、まあ、実際に本人は K に乗ってて、はい、それが本人曰くランボルギーニらしいです。面白い方ですね。岩谷監督から見てこの人はどんな方ですか？とにかく明るくて元気がある子だなって思います。なるほど。その方のポジションを教えてください。一緒に野球を実際にしたことはないんですけど、主にライトを守っていました。その方の特徴は何ですか？特徴は声ですかね。はい、ちょっとクレヨンしんちゃんみたいな声を出すので、はい、ちょっとすごい頭に残るなっていうのと、はい、あとは、まあ、もしかしたらその試合を見たことある人は分かると思うんですけど、結構そのベンチとかでもわーわー騒いでる感じの選手だったので、まあ、そこが印象的でした。なるほど。さあ皆さん分かりましたか？正解はじゃん、西山小春でした。イエーイ。まず自己紹介をお願いします。はい、今年から廿日市サンブレイズに所属する西山小春です。よろしくお願いします。お願いします。ではここから西山選手にいくつか質問をしていきたいと思います。イエイ。まずアピールポイントは何ですか？はい、私のアピールポイントは野手の間を抜くバッティングとみんなを楽しませる声です。廿日市に来てから何かしましたか？はい、先日広島県に廿日市に、引っ越してきたんですけど、夢タウン廿日市に、買い物をしに行きました。でその後宮島の競艇場へ本場を見に行きました。見に行っただけ？はい。はい、かっこよかった。してやってないの？ちょっとやりたいです。ちょっとやりたい。はい、今後楽しかったです。はい、今からサンブレイズでしていきたいことは何ですか？はい、はい、そうですね、一日でも早くサンブレイズとして、試合を行い、地元の方々に、たくさん応援していただくために、コロナが収まったらいっぱいコミュニケーションを取っていきたいです。はい、では野球としての目標はありますか？はい、チームとしての目標は女子野球の全国大会で優勝することです。で個人としては、サンブレイズの不動の1番バッターになることです。監督、いや8番ぐらい今のところは考えてます。それはおいおい、はい、はい、そうです、ね、決めていくので、はい、では最後に一言お願いします。はい、広島県での暮らしや、仕事にいちいちでも早く慣れて野球に集中し強いチームを作れるようにしていきたいです。またこうして素晴らしい環境で野球ができることに感謝をしてプレーしていきたいです。これからもたくさんのご声援よろしくお願いします。西山小春でしたと岩谷監督でした。バイバーイ。バイバーイ。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンで応援のほどよろしくお願いします。